C ランクで初登場。内外野守れるユーティリティ。開幕1軍入りを果たした。2軍ではチームトップの11ホーマー。チーム事情からキャッチャーにも挑戦。シーズン終了後に開催されたアジアウィンターベースボールリーグでは大会 MVP に選ばれた。特殊能力は超広角打法20丸。6月には初ホームランを千賀から放った。